日本選手と韓国選手を取り違え、富士五輪中継でまさかのミス、局がフェンシング協会に謝罪ということですね。そうですね、まあ、フェンシングって言ったらなんか、まあ、あの男子のエペの団体決勝で、はい、あのまあ、金メダル獲得っていう形でね、まあ、なってすごい快挙ですよね。快挙というか、まあ、初めてですよね、金メダルは。そうそうね、まあ、一回太田選手が銀メダルだったのかな、どっかの大会で。ああ、銀かなんかね、うん、取ってて、それもすごいってなってましたけど、それもすごいんですけど、まあ、その団体で優勝っていう形で、まあ、かなりね、うん、卓球も初めてね、中国出してでもありましたし、うん、すごいですね、日本。なかなかね、この辺で湧いて、ただあの、それを報道してたのがフジテレビっていうことなんですけども、はい、報道するときに、優勝した直後に会場内の画面が切り替わったというかね、映像を映し替えて、まあ、その辺でスタジアドームの映像でドームの屋根らしきものが開いて、まあ、花火が打ち上がって夜空に、まあ、フェンシングの選手4人の姿が現れたという形で、まあ、この辺あの映像を用意してたんでしょうね、はいはい、画像というか選手たちの画像と、まあ、花火を打ち上げるような形で、決勝やからね、まあ、負けても敗れても銀か金やからね。確かに確かに、銀メダルおめでとうとか金メダルおめでとうって、まあ、どっちにしてもいけるやろうっていうのも用意してたんでしょうけども、はい、ただ、まあ、この4人の選手が戦ったんですけども、4人のうちの1人の選手が韓国選手だったんですよ。そんなミスありえないじゃないですか。いや、ありえないですね、人を間違えるってね。しかもなんかその左肩のところにコリアって書いてますからね、あ、韓国ですよっていうのが書かれてて、それをわざわざね使用するっていうのがありえないというかね。しかもその韓国の選手の後ろに金メダルも映し出されてたっていう。そうですね、韓国選手が金メダル取りましたよみたいな感じの、ね、映像にして、まあさすがにもうなんかめちゃくちゃクレームが殺到したみたいですね。そのでさすがにこのクレームが殺到したからか、まあ、CM で開けてからね、はい、女性アナウンサーが、まあ、訂正入れたみたいですけどね、まあ、スタジオでほらね皆様にお見せした写真の一部に誤りがありましたみたいな感じで、いや、この一部に誤りがありましたって何が間違えたのか分かんないじゃないですか。はい、だもうこの謝罪もね、それじゃ分からんやろみたいな感じで、いろいろとね、しかも確認不足のため間違えたという説明をしたと。そうですね、どうやって間違えるんでしょうね。まあね、なかなかで、しかもこの時なんかね、優勝した時に表彰式にね、この表彰式でフラワープレゼンターというかね、はいはい、それを務めたのがフェンシングで銀メダルを取った太田選手なんですけども、まあ、この人もなんか一時期ね会長とかやって、最近は武井壮さんに変わりましたけども、うん、まあずっと会長を務めてて、いろんな試みとかもやったりとかして、まあ、頑張ってたから、まあ、その辺でフラワープレゼンターっていう形で表彰式にね、選手たちにまあメダルとかフラワーをビクトリーブーケを渡すときに持っていったんでしょうけども、まあ、そういう感動シーンなんですけども、まあ、それをフジテレビは放送しなかったみたいですね。まあ今までね、優勝する前ずっと放送してたのに、はい、なんか聞いたらなんかいつ表彰式があるからわからんかったからできませんでしたみたいな感じで、まあなかなかね、マジで結構ひどいな。まあ、会場によったらね、いつやるか分かんないかも分かんないけども、こういうフェンシングとか言ったらね、はい、もうフェンシングしかやってない会場やしね、確かに確かに、まあ、いつ表彰式するかってのはすぐ分かるやろしね、もう終わった瞬間にやるやろしね、あ、まあ、もしね分かんなかったとしても、それを取材するのが記者じゃないですか。確かに確かに、それを聞き出してね、このあといつやるか分かんないとかって、それでも取材になると思うんですけども、いつやるか分かんないからちょっと終了しますみたいな感じで、それでは分かりますけども、そういう取材ができないというかね。だってもう本当にこう東京でオリンピックすることなんてね、もう二度と来ないんじゃないかって言われてるぐらいですし、そもそも4年に1回しかオリンピックもないのに、まあ、今後はミスないように再発防止を徹底したいとか、なんか候補が言ってるみたいですけど、まあね、なかなかね、もうチャンスがなかなかあるか分かんないのに、韓国のマークが入ってますからね、コリアってね、どう見たら日本と間違いのかな、むちゃくちゃですよ、うん、とスパイがおるんじゃないですかね、やっぱり。まあね、なんかテレビの報道の仕方ってなんかどうもおかしいですよね。いや、おかしいですよ。もう韓国でね、思いっきりね、放射能弁当やって言われたりとかね、反日横断幕もしてるし、放射能測定ツヤとかでね、反日横断幕もしてるし、うん、そういったのは全然報道しないくせに、まあ、なぜかね、サブリミナル効果じゃないですけども、韓国を入れたがってるんですかね、ちょっとその辺がよくわかんない。確かに、サブリミナル効果かもしれないですね。まあ、なかなかね、ただまあ、韓国は今なんかいろいろと早いみたいですけどね、はい、北朝鮮からね、アメリカと、まあ、合同軍事演習をするみたいだけども、やめとけみたいな感じで、
あ、北朝鮮を刺激するなみたいな感じで言われてて、ちょっと焦ってるみたいですけどね。まあこれで韓国がその軍事演習を断ってしまったら、今度はアメリカから怒られるじゃないですか、どっちにも。でもしやってしまったら北朝鮮からも怒られてとか、まあ、どっちにしても怒られるって感じでね。確かに確かに。なかなか、まあ、一応なんか最近はね、韓国もなんか北朝鮮と仲良くしようとしてるみたいで、うん、なんか南北通信連絡線を回復しようって形で合意したみたいですけどね。これ南北通信連絡線って言ったら、1年ぐらい前に北朝鮮が建物爆破したじゃないですか。しましたよね、うん、北朝鮮によって爆破されたのに韓国の税金で復旧させて、もう一回連絡取り合いましたね。普通はありえないじゃないですか。あれってあれですか、中に一応人がいないことは分かってて爆破したんですよね。まあ爆破するよって言ってね、言ったんで、まあその辺はいなかったんでしょうけども、ただ北朝鮮に爆破されてるのに韓国が修理してますなかなかねよくわからんなっていう、まあ、よっぽどなんかね、韓国、まあ、北朝鮮のことが好きなんでしょうね。まあまあ好きなのか、まあ南北を統一したいんでしょうけどね。怖いのもありますけどね、北朝鮮、その何してくるかわからんっていうのも確かに、まあまあただね、その日本に対してはなんかすごい嫌味のことをしてくるというかね。まあ日本何もできないからでしょうね、まあ、どうせ何やったって何もできないから、攻撃できないから。ただまあ報道もそうなんですけども、報道以外とかでもね、なんか卓球の試合とかでも韓国と日本の選手が戦っているときに、伊藤美誠選手に対してその韓国の報道陣がカメラの上にライトをつけて、伊藤選手になんか邪魔するような仕草とかをして、伊藤選手が卓球の試合しにくいように妨害したみたいな感じでね、まあ、これで、まあ、伊藤美誠選手が審判に抗議して、ちょっとライトを消させろみたいな感じで、まあ、それで消したみたいですけどね。ああそうですか、まあ、なかなかねこのやり方っていうのが姑息ですね、うん、どうなのかなと思いますけども、でもなんかこういうことって全然メディアは報道しませんからね、なんか韓国の嫌がらせに対してはこれした方がいいですよね。選手なんて本当繊細ですから、うん、そういうの気になったらね、一気にパフォーマンス落ちるし、う、ね、うん、もっと国として言った方がいいのに。この辺はねどういう風に感じたのか、よかったコメントもらえて嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとチャンネル登録、まだの人は登録の方もお願いします。よろしくお願いします。